皆さんこんにちは。香港の日本語教師のまさみです。お元気ですか？今日も一緒に日本語を勉強しましょう。このビデオは第33課の2番、禁止形 prohibition、 ダメです。 the don't do something の it's not please don't do、ね、の地に仏を、ね、じゃありません。 don't do、ね、like, no, like police、ね、警察は皆さんね、はい、don't enter とかね、はい、あの入ってはいけませんじゃありませんね。入るな、ね、don't、 very strong、 とても強いです。のあまり毎日の生活の会話ではあまり使っていませんが、の一番のビデオですね、一番 の、 あの命令ですよね、命令ね、命令とちょっとあのコンセプトは同じです。見てください。の普通の会話じゃなくて、例えばこれね、1、2、3、ね、1番は、標識ですね、サインボードね、 some certain sign and not only signboard but 例えば on the road 道に、例えばあの don't stop here とか do not park here とか、ここに車を止めるな don't park とか、例えば、入るな don't enter とか、ね、それからDon't smoke here とか、ここでタバコを吸うなとかですね、と禁止、ね、ダメですね。次はあの2番と、ね、男言葉ですね、 same as あの命令形、ね、男の人と男の人、ね、友達ですね、と、まあ、の男の人が友達同士で talk to each other、 男の人同士で話すときに、とても近い友達はよくあの男言葉でしろ、するなとかね、行け、行くなとかね、飲め、飲むな、食べろ、食べるなをね、よくあの使ったりします。あの特にビジャオなんかダーナンレンでね、あのちょっとなんかあの強い感じの男の人ですね、はあのこの男言葉をの使って、この命令形と禁止形を使うことが多いです。それから3番目、これは男の人も女の人も使いますが、スポーツをの応援で、ね、cheering up some sports ね、like、例えばもうすぐ東京オリンピックですよね、no, We are going to have 東京オリンピック Maybe, not too sure but の東京オリンピックがありますね、で東京オリンピックで私たちはスポーツを見ますって、Go go、ね、行け行け、これあの命令ですよね、で Don't go で行くなとか、例えば Don't run 走るなとか、例えばそうですね、投げるなとか Don't throw って、ね、投げるなとかね、この Don't do something とあの言いたい時にはこれを使います。じゃあ Let's see the form、ね、これは全然難しくないです。とても優しいフォームです。フォームす、お大変、あ鼻が、はい、ダメージ、メリーフラワー、これ青、とても綺麗ですねとね、じゃあちょっとここに置いておきましょう。と禁止形ですね、 prohibition、 don't do it です。グループ1はどんな動詞ですか？グループ1はそうです、これは言いますとかね、これ言いますですよね、言いますグループ1ですね、言いますグループ1で、言います、書きます、泳ぎます、話します、立ちます、遊びます、飲みます、入ります、これでもいいいいいいですよね、言います。これのと禁止形はですね、辞書形を使います、ディクショナリーフォームです。皆さんよくわかりますよね、食べます、食べる、行きます、行くの辞書形です。でこれ言います、言うですよね、あの writing is 言う but we pronounce it 言うですね、 because 言う is too much あの movement、 so 日本人は getting lazy so we just say 言うですね、言う、カジュアルね、言う、あこれだけです、 only ですよね、言うプラスなです。これ、ね、辞書形、これ、ね、ディクショナリーフォームね、辞書形プラスなですね、ディクショナリーフォームプラスなです。そう読みますね、一緒に読んでくださいね。言います、言うな、書きます、書くな、泳ぎます、泳ぐな、出します、出すな、いいですか、もう一度、言います、言うな、書きます、書くな、泳ぎます、泳ぐな、出します、出すな、
ですね。次行きましょう。立ちます、立つな。遊びます、遊ぶな。飲みます、飲むな。座ります、座るな。もう一度ね。立ちます、立つな。遊びます、すみません、遊びます、遊ぶな。飲みます、飲むな。座ります、座るな。じゃあ次行きましょう。次はね、グループ2です。皆さん、グループ2はどんな動詞ですか？うん、グループ2はこれ目だよね。あ、目じゃない、 A ね、 A です。これはここね、 A だね、 でとかね、で、えます、グループ2ね。この見ますとおります、これはエクセプションでね、例外ですよね。この例外覚えていますか？見ます、借ります、おります、足ります、これね。これをまたですね、もう一度、これは辞書形ですよね。やめます、やめる、出ます、出る、ね、見ます、見る、おります、おりる、これにな、です。そう、辞書形、ディクショナリーフォームプラスな、become don't です。 very strong ね、とても強いですよ。 it's not like please don't do です。じゃあ、ありません。 please don't do は17課でね、レッスン17ね、17課で、例えば食べます、食べない、で、食べないでください。 please do not eat、 very nice、 nicely ね、 speaking、 これは don't eat、 で、食べるなのタイプです。ちょっと怖いですから、特に女の人はあまり会話で使わないでくださいね。Especially for ladies ね。If you want to sound more elegantly, politely, try not to use those forms ね。Especially for daily conversation, talking to friends. But we can use this one to express something else, like some like grammatical things. Grammar stuff は it's coming up in the third video, fourth video です。So, 一緒に勉強してください。まずフォームね、チェックします。やめます、やめるな。出ます、出るな。見ます、見るな。降ります、降りるな、ね、もう一度ですね。やめます、やめるな。出ます、出るな。見ます、見るな。降ります、降りるな。いいですか？で、次です。グループ3ですね。グループ3はと2つだけですよね。グループ3動詞は来ますとしますだけですね。2つだけ覚えてください。来ます、来るな、ね、来ます、来る、辞書形ですね、になですね。来ます、来るな。します、するな、ね、もう一度。来ます、来るな。します、するな、です。いいでしょうか？イントネーションはとても大切です。短いですからね、とても短いですから、高い低いアクセントはもっと大切になります。Since these の forms are quite short ね、 so when it's shorter the intonation is getting more important for you because it's difficult to guess for native speaker ね。Mass form is easier、 ちょっと長いですから、 a little bit longer ね、mass form is actually easier to guess for native speaker when you say wrong ね。まあ、この禁止形、それから命令形、気をつけてください。とても短いですからね。いいでしょう。うん、That's all for now ね。で、次のビデオで、I just use those 禁止形と命令形 to explain some grammar ね。一緒に勉強をしましょう。次のビデオでまた会いましょうね。ここまで一緒に勉強してくれてどうもありがとうございます。じゃあまた次のビデオで。またね。じゃあね。バイバイ。